こんばんは、たくみです。こんばんは、鶴巻まきです。今回も高知競馬の紹介をしていくよ。第5回は高知競馬競走馬紹介編だよ。それじゃ、たくみちゃんお願いします。まずは、サクラレグナム。2018年から高知競馬で活躍しています。もう12歳になりますが、1400メートル以下の競走では、高知競馬最強クラスの力を維持しています。年齢のためか出走するレース数は少ないですが、3月の黒船賞に出走予定で期待されます。12歳って人間で言うとどれぐらいなのかな。40歳ぐらいのおじさまになるかな。2歳夏のデビュー馬が中学生、ダービー等のクラシックを戦う3歳が高校生、4歳からが小馬と呼ばれ、大学生社会人といった感じです。次はスペルマロン。オスの7歳で、高知競馬ではまだ若手。1300メートルの黒潮スプリンターズカップから、2400メートルの高知県知事賞まで、幅広い距離で活躍しています。そして、期待の新星、アイアンブルー。2020年12月に、紋別から高知へ移籍後、1月の大高砂賞では、スペルマロンを破る大金星。同月末の黒潮スプリンターズカップでも、サクラレグナムに迫る2着健闘。7歳の千馬です。千馬って何？オカマちゃんです。去勢したボバです。日本では少なめですが、競馬の世界では気性を穏やかにするために去勢されることがあります。サラブレッドの世界はボバの 1% ほどしか父親になれない厳しい世界なのです。ここからは面白い名前の馬紹介していくよ。まずは新型たたき機。新型たたき機、アシスタントのおばちゃん泣かせの早口言葉のような馬名でした。次はセンテンスプリング。文春砲、 A 級でも勝ち星を挙げた馬ですが、その後勝ちきれずに引退しました。頑張れ社長、名前のおかげで人気があった馬です。C2 クラスまで上がって走ることも多く、そんなに弱い馬ではなかったはずなのですが、追い込み馬のため高地の短い直線に苦戦しました。1600メートルに伸びてもダメで、6勝は全て記者選抜戦で、5勝は1300メートルでした。キング今でしょう、林先生。こちらは先行タイプの馬ですが、1300メートルでも長いのか直線失速が多いです。レルマ君の名は、君の名は、勝ち数は少ないですが A 級で活躍する牝馬です。プロクレイマー、プロシアスタリスク、アスタリスク、ビッグシューター、羽物パチンコ、フルゴリラ、ブタゴリラ。中央から移籍して3歳戦で活躍しました。そだね、カーリング女子。バンエイ競馬にも同名馬がいますが別の馬です。起きてすぐ飯、起きてすぐ飯。スターサクラの母は西のキラキラ、スター錦のキキキキン、キキキリンさん、これもアナウンサー泣かせですね。橋口さんはさらりと読んでくれますが、ルートサブ6、8、6、マキちゃんよくできました。馬番6番に入った時買われましたが全くでした。いたずらうなぎ、お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ。三吉クオリティ、ハルーララの連敗記録を塗り替える馬として期待していたのですが引退してしまいました。おとなしい馬として乗馬用に引き取られたそうです。レマンコ、レマアスタリスク、アスタリスク、その名前大丈夫なの。レマンコだよ。高知所属時は別府マイキッシュがメインでした。このように高知競馬等には面白い名前の馬や変な名前の馬もたくさんいます。これらも地方競馬の楽しみの一つかな。たくみちゃんお疲れ様。次回は馬券購入編。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメントをもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。